めだった小学校の先生に教員になりました、はいはい、しかし実際には全くうまくいけませんでした、はい、激しい動悸と焦りとでこう涙が止まらなくなったり、子供たちとの約束を覚えてられない、時間に遅れちゃうって書いていただいてるんですけど、でも強みの塊っすね。宮下さんの強さって一箇所に集中できることっすね。もう成果出るよあなたは。はい、ありがとう。はい、もしこれがいくら北原貴彦さんでも毎週会えるとか、はい、そうなった時に3回目ぐらいに遅刻してしまうと思います、うんうん、それは優先順位が下がってくるからですよ。ご自身にとっての重み付けが毎週会える人になってくるからですよね。でこれって優先順位なの、重み付けなのよ。重みを勝手に下げていくのよ人って、うん、俺がね30分前行動1時間前行動とかって準備しておいて遅刻されたらブチ切れるよ、許せないよ、はい、うん、すいません北原さん、慣れちゃったから、慣れから油断しましたって、あのもうその時点でもあなたとあなたに割く時間はないよ、もったいない俺の命が、はい、このチャンネルは人生を変えることを決意した奥越社長の養成記録である。救済企画とは、北原が応募者と直接会い事業相談を行う企画である。今回撮影班は救済企画の撮影のため北原の自宅を訪れた。おるちゃん、はい、救済企画ですね。はい、救済企画でございます。あ、今日もう4本でしょ。今日4本です。4本って YouTube って何なんだろうね人をおかしくするのかなほんまに、ね、連続撮影ですもんね。ねえ、ということで今日は、はい、はい、今回ですね、はい、ADHD という、はいはい、あのお病気の発達障害の方に対した、まあ、コンサルティングというか、そういう人たちをこうちゃんとこう社会でやっていけるようにこう導いていくっていうことを授業にされている方で、女性の方です、ね、あ、わかりました。授業をしているんですね、はい、あ、はいはい、授業を始めるきっかけも本人がまあそういうのでちょっと困ったとか、うん、それを困ったという過去があるところから、はい、こう成り立っていかしている授業みたいなので、はい、はい、スクールのメンバーさんですか。そうですね。あ、はい、なるほど、はい、お弟子さんにも入られているので。あら、そうなんですね、はい、はい、お弟子の方多いね。お弟子の方多いです。やっぱエントリーしやすいのかな。はい、これ別に頼んでないじゃん。そうそう、勝手に YouTube 見てねエントリーされてるから、はい、そうですね。なんかあれなんだろうね、やっぱり結構さ、なんかこのお弟子さんの区画って結構いかつい動画っていうかさ、そうですね、どぎつい動画上がってるじゃん、はい、でも実際こうなんだよね、はい、来るんだよね。そうですね、ね、実際みんなも食らいついていこうっていうのがめっちゃ、そうだね、なんだろうね、 YouTube って何だろうね。そこやったんだ。そこやったんだ。一応ですね、今回の方は、はい、あの売り上げが着々となんかお聞きした感じですごいやん、上がっていって、上がってるとすごいやん、はい、なんでちょっとこうご自身でこう成し遂げたいビジョンがあるよ。ああ、ビジョンが、はい、もう聞いたの。僕はもう、なるほどね、何系何系。やっぱりでも事業にまつわって、うん、はい、あと北原さんの憧れもありつつ、俺に憧れてくれてんの。そうですね、いやもう蜃気楼だよそんなの。蜃気楼じゃない、違う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 、原油とかじゃないです。原油旅団です。違う違う、旅団なんだ。旅団旅団っぽいんだよ。株式一番旅団っぽいね、株式会社北原貴彦の投資チームとは原油旅団ですから、みんな雲が入れずに入ってる。そうそうそう、入ってるからもうわかんのかな、ね、これね、もうわかんないだろうね。はい、はい、なのでちょっとそういうビジョンも、はい、ぜひ憧れてくださってるんですね、はい、まあ、もうちょっとモテてもいいよね。じゃあね、なんでモテへんのかな、なんでだと思う平田君。ええ、それはやっぱ幻みたいな存在だからし幻みたいな、そういうことですよ。はい、じゃあいきたいと思います。今日も一幻、はい、いっちゃいましょう。よろしくお願いします。はい、お願いします。今回の応募者は宮下ひとみさん。 ADHD を持つ大人向けのコーチング事業を行っている。大人の人に対しての発達障害のこうサポートとかコンサルティングみたいな、コンサルティングってにもしかしたら近いかもしれないですね。生活のコンサルティングっていう感じです。なるほど、はい、分かりました。この事業を始められたきっかけとかはありますか。きっかけはもともと小学校の教員をしておりました。だったんですけど、自身が、
仕事がうまくいかなくて、でそれがなんでかなっていうのを悩んだ時期がありまして、それが自分が発達障害の ADHD だったっていうことが分かったっていう、そんな経緯があって、ただそれをこう乗り越えたっていう経緯があったので、私がそういう人を助けられればなと思って、今回は授業をすることにしました。なるほど。これまた、ご小学校の教員やりながら、少しなんかこう、仕事が手につかないとか、そんな感じなんですか？手につかないというわけではなくって、とにかく仕事ができないっていうのが ADHD の、特徴としてありまして、時間が守れないとか、整理整頓ができなくて机の上がめちゃくちゃだとか、いつも探し物をしているという状態で、仕事どころじゃなかったっていう、仕事にならなかったっていう状況でした。なるほど、わかりました。実際にその後は学校教員辞められるタイミングで、今のこの事業を起業しようというような形で進まれたんですか？仕事をしている時からしようって決めました。はい。じゃあ今現状事業の状態を教えていただければなと思うんですけど、フェーズであったりだとか売上とかがあればお伝えくださって。はい、フェーズは一流です。売上は4月が4万2600円で、5月が35万1000円で、6月が30何いくらかでした、です。なるほど。じゃあまたこの事業を発達させて最終的にこう成し遂げたい目標とかビジョンがあれば教えていただきたいんですけど、はい、順調に売り上げを上げている彼女が将来的に掲げるビジョンとは。私の夢は、ADHD の方、発達障害の方のインフラを整えるっていうか、北原さんが事業のインフラを整えるっておっしゃっているみたいに、みんながなんか一部の人が情報ある人だけが活躍したり、まともなっていうか生活を送ったりするんじゃなくって、みんながちゃんとした知識があって、自分のことが好きでいられて、こう仕事を生き生きしたりとか生活しているような、そんな基盤を整えたいというふうに思っています。ちなみにこうなんか成し遂げたい売上目標とかはあったりします？売上目標はまずは月100万を目指しています。じゃあそれにあたって、その未来の成し遂げにあたって今回ちょっとこの救済企画で北原さんに相談したいこととか、はい、はい、相談したいことは課題がやっぱりたくさん、ありまして、その課題というのがやっぱり自身の課題なのか、その苦手な作業のをどうやって切り分けて人に頼んだりするかっていう部分だとか、事業を最終的には私はなんか今は高いお値段でさせていただいていると思っているんですけど、最終的にたくさんの人にできるだけなんか手に取りやすい価格でサービスを受けられるようにしたいと思っているので、そこに行き着くまでのこうロードマップのお手伝いをしていただきたいと思っています。じゃあぜひこの後、ぶつけてもらって、目標達成のために、はい、実施いただければなと思いますので、どうぞ今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。この後実際に北原と対面し事業のアドバイスを受ける。果たして宮下さんの目標に向かうヒントを得ることができるのか。はい、こんにちは。こんにちは。はい、お願いします。失礼します。はい。はい。今回の事業相談では、北原はどんな言葉を届けるのか。ではよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。では自己紹介の方とご相談内容をね、いただければと思います。お願いします。はい。はい。宮下ひとみと申します。はい。この3月まで小学校教員をしておりました、はいはい、で4月から、この事業を始めまして、事業というのが、発達障害の ADHD というものの専門のコーチングをしております、はいはい、2018年にちょっと遡るんですけれども、はいはい、大学を卒業して、はいはい、大嫌いな勉強を頑張って、うん、夢だった小学校の、はい、先生に教員になりました、はいはい、しかし
実際には全くうまくいけませんでした。はい、仕事では毎日電車を乗り間違えたり、はい、机の上は紙とか物がたくさんで、はい、締め切りは守れないし、はい、こう仕事の優先順位がつかなくて何から手をつけていいかわからなかったり、はい、で子供の前で話すときにセリフを忘れてしまって、うん、こう何にも言わなかったり、はい、会議で寝てしまったりといったような様子で、こう仕事というよりも内容というよりも、うん、とにかくこうダメだなっていう感じでした。はいはい、そして毎週日曜日にはもう激しい動悸と焦りとでこう涙が止まらなくなったり、はい、もう月曜日の朝にはもう事故にあったらいいの方がいいかなとか思ったりとか、それぐらいもうボロボロでした。はい、でもあの子供と真摯に向き合うことだけは頑張って、あの仕事ぶりはボロボロだったんですけど、はい、でも子供たちが私のことをこう嫌わなかったというか、はい、でことだけが唯一の救いだったかなと思っております。で、はい、そのおかげでなんとか1年を終えました。はい、でそのまま次の年にもう何もかもボロボロだったので、当時の校長先生がこの先生から、学ぶようにと頼もしい先生をペアにしてくださって、仕事の仕方を本当に1から120までプライベートなノートとかを見せながら私に教えてくださいました。はい、でそうすることで私でも仕事ができるんだっていうふうに思えるようになって、自信を取り戻したり実際に仕事も少しずつできるようになってきました。はい、その時ですね、社会人2年目の私は特別支援学級の担任になりました。はい、特別支援学級というのは発達に遅れのある児童の、 あの学級なんですけれども、はい、そこであの私自身が発達障害であるっていうことに、はい、あの気づきました。勉強しているうちに、はい、で私の困りごとは注意欠陥多動性障害 ADHD というものの特徴にぴったり当てはまっていました。はい、のであの ADHD と分かってからは自身の障害を調べて、はい、勉強して必死で対策を講じて周りの人にも手伝っていただくことで、だんだん自分の行動やあの仕事を管理できるようになって、楽しく仕事ができるようになってきました。はい、そして仕事はできるようになってきたんですけど、なぜ教員を辞めてしまったかというと、それぐらいに海外で仕事はしたいなっていうふうに思い始めました。教員はあの仕事は好きにはなれたんですが、どうしてもこう、日本というか長い会議とか堅苦しい感じとかが自分に合わないなって思ったので、じゃあ海外で仕事したいって思って、4年間英語の勉強をしながら、あの自身の特性の対策をしながらあの教壇に立ち続けました。それからやっとあの海外でお仕事ができるあの切符をいただけたんですけど、派遣中止が決まりました。はい、その理由っていうのが自分の中で乗り越えると思っていた発達障害のせいで、はい、で何かにこう打ち込みたいっていう思いだったりとか、よく北原さんがおっしゃってる自分の選んだ道を正解にするっていうで何かこう打ち込みたくて、で7月からインスタグラムを立ち上げました。1ヶ月後ですね、はい、でスクールに行って、あコーチングスクールに行って、はい、で11月に仕事をしながら、ADHD 専門のコーチングを始めました。はい、無料モニターをその時に始めて、お客さんも無料なんですけどたくさん集まっていただけるようになりました。はい、はい、7月から立ち上げたんですね、インスタグラムを。で8月にコーチングスクールを通って、はい、7月から立ち上げたインスタグラムからモニターさんを募ったってことですか？モニターさんをSNS から、募ったのは、はい、もうちょっと後でした。あ、はい、僕が知りたいのは、はい、インスタグラムから募集を出したんですか？うん、はい、そうです。はい、それが12月ぐらいです。はい、はい、この11月から仕事をしながらコーチングを始めたというのは、はい、リアルの場所で、はい、2人初めてのモニターさんを、ゲットしました。はい、そして3月に退職しまして、4月から今になります。うん、はい、わかりました。はい、ごめんなさいね。じゃあちょっと追加で聞きたいのは、はい、今ご自身の事業状況がどういう状況なのか、課題が何なのかってことを探るために今質問してるんですよね。はいはい、でそのために今そのインスタグラムが募ったっておっしゃってるんですけど、リアルの場所で募集したんですか？そのインスタグラムからモニターが来てるのか、どっちなのかがちょっと知りたくて。
はい、初めてのモニターさんはリアルから2名です。はい、2名ですね、はい、2名リアルから。それは過去つながりがあった方ですか？いえ。はい、お茶会か何かで知り合った方ですか？インスタグラムで開催されているのを知った交流会に実際に行きました。誰かが主催でやってる交流会に参加したんですね。はい、そうです。そこで出会った方に ぶつけたと。はい、はい、そしたら来てくれたってことですね、はい、それは DM か何かでやり取りしたんですか？直接お話を。あ、その場でね。はい、そうです、はい。で今モニター、ここに数十、はい、モニター十数名を経てって書いてあるじゃないですか、うん、はい、じゃあ残りのモニターさんは、インスタグラムとか SNS からってことですかね？はい、その通りです。はい、わかりました。インスタグラムでいいですか？はい、はい、インスタグラムです。はい、わかりました、はい。今インスタフォロワーさんどれぐらいなんですか？1900人ぐらいです。はい、この1900人っていうのはオーガニックで増やしてます、それともフォローしてフォローバックしてもらうような形で増やしてるのか、どっちですか？オーガニックです。 OK です。投稿でね、はい、はい、月間の投稿回数、平均の投稿回数っていくつですか？何回ですか？20です。はい、 OK です。はい、うち、リール、はい、フィード投稿、このバランスだけちょっと今知りたいな。はい、はい、4月が、はい、フィード20、リール4で、5月がフィード13、リール7。OK です。はい、はい、ちょっと待ってね。はい、はい、資料はまだ序盤だが、北原の頭にはすでにある課題が見えていた。はい、今日喋るのって、はい、僕に説明するのって練習はされました？してません。うん、あ、別に全然いいんだよ。書いただけです。あ、はい、OKOKOK、はい、ね、全然よくて、そうだな、はい、これから、はい、ご自身の影響力をつけながらね、はい、目の前の人を動、はい、要はね、動かせるようになりたいってことなんですよ、はい、私が話した時に聞いてくださって、はい、動いてもらえるようになっていきたい、はい、ね、目の前の人の背中を押せるようになっていきたいってことだと思うんですよ、はい、ビジネスやるって、仕事にしていきたいって、はい、でそういう時に、ね、必要になってくるのが、いかに、聞いてくれる人たちが面白いと思ってもらえるかどうかなんですよ、うん、はい、でとなった時に、はい、今ね、僕最初こう資料をこう見た時にね、はい、はい、まず資料がめちゃめちゃ分厚いんですよね、はい、で資料が分厚いのがいいっていうわけじゃなくてね、うん、面白かったらこの分厚さっていうのは楽しみになるんですよ、うん、はい、でもね、冒頭の説明から、はい、脈絡もなく経歴を聞かされて、はい、お、これあと何時間聞くの、うん、みたいに、もう僕からすると、はい、つまらないのよね、はい、はい、でだから練習しました、うん、って聞いたのはね、はい、この冒頭からの解説がこの緩急なく淡々と経歴を聞いて、いきなり挫折を聞かされて、はい、このどこにつながるんだろうって思いながら聞いてたわけですよ、はいはい、だからこういうところも、もっともっと良くなると思いますよっていうのが、ちょっとトレーニングすればね、はい、ぶっつけ本番じゃなくて、はい、伝えるってトレーニングなんですよ。宮下さんご自身の喋り方一つとってもそうだし、はい、宮下さん自身の喋るスピード感っていうのもそうなんですけど、はい、今普段の喋り方ですか？スピード感は一緒だと思います、はい、スピード感っていうのも、もっと言うと、はい、1.2 倍速から 1.5 倍速まで上げてもらった方が、はい、聞く人が増えると思います。これ冒頭このまま流してて、はい、まず YouTube だったら基本見ないです、はい、でセミナーでもその温度感でその環境で話してたらもう聞いてられないです、はい、宮下さんの話が聞きたいってならない限りは、はい、耐えられないです、うん、だから、はい、どうしようかなって思ってスライド見てたんですよ、うん、はい、この厚みをどうやって、うん、はい、聞いてあげられる形に僕が合いの手を指して、うんうん、なんとか多くの人がついてこれるようにして、はい、なってもらうためにはどうしたらいいのかなってことを考えながら聞いていて、はい、今ここで僕の見解を入れとかないと、はい、ずっとつまらんって思ったので今ちょっと喋り出しました。はい、ありがとうございます、はいはい、宮下さん今のアウトプットをもらって、うん、はい、宮下さんなりの、改善点を入れたお話をぜひしてみてください。私の商品は ADHD の脳の特性を知って、はい、自分に合った対策を打てるようになる、はい、そんな商品です、はい、どんな人に、送るかというと、大人の ADHD の人やグレーゾーンと言われるような、診断を受けないけれども、物の管理ができない、時間の管理ができない、モチベーションの管理ができない、うん、そんな人にします、はい、内容は月2回のコーチングセッションと、はい、必要に応じてお電話をしたり、それから月2回に講座をしております、はい、これ、はい、
ズームでなく電話にしてる理由って何かあるんですか？電話の方がお互いに気軽にお電話できる、あ、頻度がたくさんできるようにです。なるほどですね、はい、じゃあちょっと今課題の前にちょっと売上実績、はい、これちょっと知っておく必要がアドバイスとしてねあるので、はい、ぜひ売上実績を、はい、言葉で説明してもらえますか？書いてある通りでいいですよ、はい、4月は42,600円、5月が35,000円、6月が42万です、はい、今日現在6月18日今日現在でまだ12日以上残してますよね、はい、今月って何日までかちょっと分かんないけど30日まで、じゃあまだ12日残していて42万円の売り上げを上げたってことですね。はい、優秀ですね。ありがとうございます、はい、なんでこんなにスムーズに売り上げ上がってるの？はい、私の中では私自身が困ってきて、もしあったらいいなと思うサービスを自分で作って、うん、見て提供ができているからだと思っています。はい、そうだね、うん、まあその通りだと思います。でももっと分解すると、ちゃんと SNS 更新して、うん、個数伸ばし方じゃなくオーガニックでちゃんと伸ばして、例えばフォローするんでフォローバック返してもらっていいですかとか、うん、コメントをひたすらいろんな人のところに入れていくとかじゃなくて、オーガニックで興味関心が持ってもらえるような投稿を一生懸命頑張って更新してると思うんですよね、はい、更新して、モニターを募集して、うん、でモニターだけじゃなくて有料でちゃんと価格提示をしてると思うんですよ。いくらでって。個別面談は取ってますか、お客様にされる前に？はい、はい、セミナーとかはしてるんですか？はい、はい、セミナーはいつからされだしたんですか？4月です、はい、退職された後にね、はい、はい、じゃあ職場でお勤めしてる時には SNS は更新してるわけじゃないですか、はい、SNS やってって退職してからセミナーやってお客様に来ていただいてお金を売り上げ始めた、はい、で毎月20投稿きっちりやって少ないながらも SNS のフォロワーがいて、はい、でそれで、セミナーを満を持して、4月からもうすぐにやりだしたわけですよね、はいはい、今4月5月6月と3ヶ月あったんですけど、この3ヶ月間でセミナーのトータル回数は何回やったんですか？6回です、はい、じゃあ月に2回やってるんだね、はい、はい、素直だね、素晴らしいね。ありがとうございます。もうシンプルに無形で、こういったコーチングとかコンサルとかスクールで売り上げ上げようと思ったら、はい、もうシンプルに個別相談何件取れるのか、はいはい、値段を提示できるいくらですっていう個別相談が何件できるのか、はい、その個別相談に来てもらえるためのセミナーを何回やるのか、うん、セミナーに来てもらえるためのそのセミナーに対しての告知回数は何回するのか、告知回数をした時に聞いてくれる人たちにどれだけ毎月何回 SNS 投稿しておくのかって、もうこれだけなのよ。でこれを僕はやりなさい、必要だからやりなさいって言った時に、いやセミナー怖いからできないですとか、まだ早いと思ってとかって言って、みんな初月からやらないの。なんで初月からやれたの？できないと思わなかったからです。素晴らしいね。初回のセミナーっていうのは何名の方が着席されしてくださったんですか？8人です、はい、でその8名の方に対してスライドを使って作ってセミナーされたんですね。はい、そうです、はい、まあそのスタンスで言ったらあなたは大丈夫だわな、順調じゃん。僕のスクールは何か参考になりましたか？はい、何が参考になりました？ YouTube がすごく参考になりました。はい、そしてスクールに入ってからはなんか実感するのが一番私の力になっているなって感じていて。なるほど。 YouTube で何が参考になったか教えてもらっていいですか？何をどうしていいかが明確に分かったからです。はい、何が実感できるようになったんですか？はい、今3回はい、参加させていただいてるんですけど、はい、お住まいは何県？兵庫県です。東京までここまで兵庫から片道どれぐらいの時間かかるんですか？大阪です。大阪合宿に。あ、なるほど、はい、はい、大阪合宿に3回来てくれてるの？はい、そうです。で、何を実感したんですか？最初は、はい、初めての01だって一つも売り上げがなかった状態から、はい、2ヶ月ごとに行くことによって、はい、こう進んでいるなっていう、行く部屋が変わったりとか、はい、こう周りの人との会話とかが少しずつついていけるようになったりだとか、うん、そういうものをすごく実感して、あ、進んでるなって感じたのがすごく私の力になっております。はい、宮下さんご自身のことを ADHD で
この要はそのいわゆるここね、毎日電車を乗り間違えるとか、子どもたちとの約束を覚えてられない、時間に遅れちゃうって書いていただいてるんですけど、うん、でも強みの塊っすね。宮下さんの強さって一箇所に集中できることっすね。あの例えばね、別に下に見てるわけでもなく、ちょっと言葉のかけ方、使い方、話し方がすごく難しくて、ちょっともし失礼な表現になっちゃったら申し訳ないんですけど、はい、世の、ADHD じゃない診断をされてない方の方がいろんなところに意識が行き過ぎちゃって集中できないんですよ、はい、でも多分ね、宮下さんって、まあ、それが ADHD だからなのかは分からないですよ。でもそういった一箇所に集中しやすい、できる特性を持ってるんですよ。よくね、僕 YouTube で過去の動画で話したことあるか分かんないですけど、僕 ADHD の方が成果出ると正直思ってるんですよ。それって何なのかというと、いろんなことを同時に追おうとしないんですよ。私はただでさえそういう他の人よりもみたいなところをセットアップで持ってるから、だから一箇所に集中して、そしてここに対して怖がらずセミナーをいきなり淡々ってできると思って、やればできるっていうような状態で行くわけですよ。過去にもね、あの ADHD 持たれた方と、救済でね、お話ししてるんですけど、やっぱりね、さっさとやるんだよね、うん、うん、その特性がすごくいい風に働いてるなって思ってます。ありがとうございます、はい、そのままいけば年内に100いくんじゃないですか。ありがとうございます、はいね、そしたら、海外でお仕事するっていうね、このお仕事って全部インターネットでできるから、はい、別に海外でお仕事しながらでもいくらでもいけんじゃないですか。はい、はい、じゃあその状態まで、夢がある状態で課題の方をじゃあ聞いていきましょうかね。はい、はい、すごいね、これもちょっとね、動画見てる人たちの勇気になるからさ、これもちょっと話そうかな。僕ちょっと読み上げていい？はい、5月30日 LINE 登録112名、 Instagram 1531名と、4月5日セミナー着席8名、5月2日セミナー着席11名、個別相談1件、制約0、5月24日有料セミナー、着席7名、3名有料、4名クライアント、個別相談1名、制約1名、継続1名、5月30日有料セミナー着席5名、5月個別相談件数8名から制約5名、どんどん成長してってるね。有料セミナーっていくらでやってるんですか？1500円です。うん、いいね。それで1500円ちゃんと制約取ってるんだ、はい、はい。よかったら今携帯ある？携帯のさ、今のフォロワー数どれぐらいか見ようよ。インスタグラム1531名が今何人になってるの？1979人です。うん、そう、ちょっと待ってね。約19日ぐらいかな、多分19日経って、400人近くが増えてるんだね。はい、じゃあ LINE 登録件数も見えるでしょ、はい、ちょっと見ましょう。112名がどうなった？159人です。すごいじゃん。47名が増加してるね、はい、すごいね。はい、ちょっとごめん、インスタ俺見ていい？はい、これです。いい？はい、今日こ見るね。うん、いいね、かっこつけずに。インスタグラムでライブした時の初めての時って緊張しました？はい、しました、ちょっと。ちょっとした？はい。でもなんでライブやろうって、ライブのスイッチ押せたの？それは、うん、ライブを始める前に、うん、すでに声かけてて、初めてするから来てくださいって言ってたから、うん、来てくれる人がおるって分かってたので、うん、安心して押せました。これ来てくれる人がいなかったら安心して押せなかったの？はい、多分押せると思います。うん、なるほどね、はい、恐怖があってもやることをねじ曲げない人なんだね。はい、うん、ドストレートの方なんだなって。うん、はい、もう成果出るよあなたは。はい、ありがとう。はい、自身が持つ特性をいい方向に働かせて成果を出す宮下さん、さらに飛躍するために北原はどのような言葉をかけるのか。セミナー着席が取れて個別相談来なかった時に諦めなかったの？はい。なんで？普通挫折しちゃうよ、一般的だとね。5月にしたセミナーがすごくうまいこと、はい、うまくいった実感がありました。はい、5月24と5月30日にした同じ内容なんですけど、はい、それがすごく良かったんですけど、はい、6月に別のセミナーをやって全然あかん、ダメだったので、はい、もう一回こっちをしようっていう、そういう、こう試す気持ちでやりました。うん、なるほどね、はいはい、このセミナーっていうのはスケジュールインした状態でやってるのか、はい、気分で今月セミナーこの辺でやろうかなっていうふうに急に決めるのか、どっちですか？月に4回して同じ内容を
2回ずつやる。なるほど。決めていました。はい。しかし告知に関してはギリギリになるものが多かったです。なるほどね。はい、わかりました。はい。はい、5月は何回やったの？4回です。4回やった。はい。じゃあ6月も4回やるの？そうです。うん、わかりました。はい、じゃあ、月に1回か月に2回っていうのは前もってしっかり告知をして集めて、今月の、他にもセミナーの日ありますみたいな感じで、いついつありますみたいな感じで流せるといいと思います。でこれを LINE で告知すると通知がめっちゃ増えちゃうから、はい、Instagram のストーリーズとかそっちで告知してあげて、はい、LINE で告知っていうのは日頃からやってるんですか？あまりしておりません。 OK だったらそれでいいです。その方がいいと思います。今のスタイルを貫き通してください。ちなみに7月のセミナーの日はもう決めてある？決めていません。はい、じゃあこれ決められるといいですね。はい、はい、気分でやるのではなく、はい、セミナーって重要だと思わないですか？思います。思いますよね、はい、ってなった時にその月いきなりセミナーの日決めるから告知慌てるのよ。だから全部7月のセミナーの日決めといて、いついつから告知スタート、何回スタートっていうのも全部スケジュール帳に書くのよ。はい、はい、スケジュール帳はアプリケーションないし手帳か何かでスケジュールは管理されてる方ですか？はい、はい、じゃあどんなことをスケジュール帳で今管理してますか？セミナーをやる予定の日とか、はいはい、あとは個別セッションの日、はい、個別セッションの日とかもそうだし、セミナーの日ももう前もってこことここって決めとくの。例えば個別セッションの日も決めといたらそこにお客様に入れていただく努力をするのよ、はい、私の個別セッションの曜日がこことこことここなんですけど、ここでエントリーしていただくこと、合わせていただくこと可能ですかっていうスケジュールの案内の仕方をしてほしいし、はい、そうやらないといつまでたっても自分のスケジュールを自分で決められないから、はいはい、なので個別セッション取っていい日、入れていい日、セミナーを入れていい日っていうのはもう7月のスケジュールはもう今には作れてなきゃダメなのよ、はい、でそのスケジュールを作ろうねっていうのは僕の勉強会合宿だよ。はい、はい、ちょうど3日前4日前大阪で僕登壇したと思うけど、はいはい、それは来ていただいたの？はい、はい、じゃあスケジュール帳は書いた？書きました。はい、じゃあそのスケジュール帳を反映はさせた？はい、はい、じゃあなんで7月のセミナーの日が決まってないの？ YouTube を撮る日だけ決めてました。なるほど。 YouTube を撮ってれば売り上げは上がる？その個別相談来る？ YouTube を撮ってれば。いいえ。うん、じゃあ何をやっとかなきゃいけない？セミナーです。そうなのよ。だからね、今スケジュール帳に絶対書かなきゃいけないことがあるんだけど、セミナーの回数と日付、時間、これもう決められるでしょ？前もって決められます。だよね。はい。じゃあこれが4回だったらこれ4回もスケジュール帳にインするの。はい、これはもう絶対決めなきゃダメ。はい、あと告知回数、何で、何回、いつ。例えばインスタグラムのストーリーズでトータル4回。はい、朝何時に投稿とか夕方何時に投稿、もう全部これスケジュールに書いちゃうのよ。はい、あとはその個別面談の面談日。面談は、何時間でやってるんですか？1時間です。はい、じゃあ1時間、はい。じゃあそれも面談ここで入れるぞって決めとくのよ。はい、例えば10人面談取ったら10人中10人値段提示まで仕切ってる？それとも値段がちょっと提示できないなと思ったら引っ込めてる？はい、はい、これのさじ加減、どういうふうに振ってるの？相談を受けている時に、はい、私の、コーチングセッションだとか講義が役に立つと思った時や聞いてもらえると思った時は提示するようにしてます。だけど、はい、悩みが多すぎて何も悩んでるのかよく分かっていらっしゃらない人だとか、話しただけでスッキリしている方には何も出していません。わ、はい、かりました、はい、じゃあ力になれるなと思ったら値段出すんでしょ？はい、はい、じゃあ力になれないなって思った人には何を次動いてくださいって指示するの？セミナーをまだ受けてらっしゃらない人にはセミナーをお勧めしています。はい、はい、じゃあ提示してエントリーしてもらってる？してもらう時としてもらってない時があります。はい、そのしてもらう時としてもらわない時の違いは何なの？分かってなかったです。じゃあそれちょっと決めといて、はい、決めといてっていうのは何なのかっていうと、はい、もう今エントリーしてくださいねみたいなところまで行くのか、うん、後日って言い方をするのか、うん、はい、だからどこまで言うのか言わないのかっていうのをあらかじめ決めておくんですよ、はい、その場で判断するのではなく、
こういうパターンは値段提示、こういうパターンは値段提示しない、はい、その代わりスケジュールは必ず提案する、はい、つまり何が必要なのかというと、はい、今なんとなくでも学んだことを愚直にこうやってやってってくれてるじゃないですか、はい、ただね忙しくなってったらできんくなるんですよ、はいはい、だから全部スケジュール帳で管理しながらやらなきゃいけないことを先にスケジュール帳で抑えに行くっていうのがすごく大事なんです。言ってる意味わかりますか？はい、わかります。はい、 OK です。であとはスケジュール帳に SNS の更新回数と日ですよ。はい、リールが何回、フィードが何回、ストーリーズが何回、ライブが何回、これをスケジュールに対してちゃんと更新を守るだけ。SNS の更新20投稿されてるっておっしゃったじゃないですか、はい、それは気分で投稿してるのか、更新日をあらかじめ決めてやってるのか、どっちですか？日を決めてます。日を決めてるんだね。時間は決めてる？時間決めてます。はい、その更新する内容を作り込む素材回収と素材編集する日は決めてる？決めてます。はい、じゃあそれ決めてますって言ったこと全部スケジュール帳にかけてる？ちょっと緩いかもしれません。はい、緩いって何をもって緩いの？書いていないですね。空いている時間、空いている日はやるっていう、そういう。ああ、それじゃダメ。はい、だからね、空いてたからやった、はい、じゃダメなのよ、はい、空いてなくなったらやらなくなっちゃうから。はい、今売り上げが上がってるのはセミナーをやることを決意して、はい、セミナーで来てくれた人の個別相談で向き合うことを決意して、はい、個別相談でちゃんと値段提示してるから売れてるんでしょ。はい、じゃあそのセミナーの着席取れてるのは、はい、SNS を更新毎日ちゃんと月間で20投稿できてるから来てるんでしょ、はい、ってなった時に今言ったことって1個もかけちゃダメなのよ、はい、1個でもかけた瞬間個別相談来なくて、1個でもかけた瞬間売り上げ上がらないのよね、はい、っていう風になったらどんなに忙しくてもクソ忙しくてもこれだけは絶対ロックしとかなきゃいけないの、はい、ってなったらもう3ヶ月先まで書いとけなのよ、うん、なぜならば忙しさにかまけてやらなくなっちゃうからです。でこれを僕らの合宿ではスケジュールを決めようねって、優先順位を決めなさい、はい、生き方決めなさい、1年後にたどり着きたい未来を決めなさい、そのための3ヶ月間を決めなさい、その3ヶ月間で何を選ぶのか決めなさい、はい、選んだことをスケジュールに書き込みなさいってことを言ったよね、はい、だから今選ばなきゃいけないのはこれよ。セミナーの回数、告知回数、面談日、 SNS の更新日が全部スケジュール帳に書いてないとこの売り上げが伸びてかないですよってことですね、はい、じゃあこれは絶対もうスケジュール帳にもう今日中にできれば3ヶ月先ぐらいまで先に抑えちゃっていいよ。じゃあはい、じゃあ目標に戻ろうか、はい、目標は来年の4月までに月100万です、はいはい、もう一つが遠い目標になるかもしれないんですけど、うん、ADHD の人のプラットフォームというか、うん、作りたいと思っています、はい、課題と対策見ていいですか？はい、はい、いいですよ。課題は、はい、事務作業です。予定管理だとか経理だとかがお金をもらうのを忘れていたりとかすることが、うん、はい、ありました、はい、それからこうお金をもらわないといけないと思ったら他のことを考え、それだけ考えてしまって何もできなくなったりとかする、うん、しますので、はい、上手に仕事を分けてしたいとか、はい、あとルールをしっかり定めることをもっとしないといけないと思っています、はいはい、成果の再現性や見せ方に課題を感じております、はい、私の提供できる未来っていうので、はい、ADHD を治すことはできなくても、うん、対策をいろいろ引き出しを増やしてあげることだとか、はい、対策が楽しくなる、その試せるっていう、うん、そういうマインドが身につくだとか、そういったところを、言っているんですが、はい、それに課題を感じております、はい、一番最後の全部屋さんになって、最近全部屋さんになってしまっているなと感じているので、うん、はい、その中の一番再現性の高い部分を、はい、だけを入り口に提示して、はい、そこだけを守るというか、はい、実現させて、はい、させるっていうことを意識しようと思っています、はい、じゃあ今ねその売上42万円っていう売上があるところに対して、はい、あと今売上に対してどういうお金の使い方をしていくのか、お金で解決できる問題は何なのかってことを決められるといいかなと思いました、はい、今はもうモニターさんじゃなくて、本ちゃんで狙ってる金額をいただいてるわけですよね。モニターさんのディスカウント価格として出しています。ね、まだね、はい、分かりました、はい、じゃあそのディスカウント価格の値段の内訳ってどうなってるんですか？はい、現在3ヶ月で9万9000円いただいています、はい、何時間1クライアントに対して
使ってあげてるんですか？1対1は2時間と、はい、授業っていう形で月に2時間参加していただいているのと、はい、作業会っていう形でみんなが集まってするの、うん、いいですね、グループってことですね。そうです、つなげていただくのが1時間、はいはい、じゃあ、わかりました、はい、すごくいいと思いますよ。ありがとうございます。今はね、あとはこれが単価をもっと上げられるような、実績や、実力、実力っていうのは成果へ、未来へ連れていく力ですね、はい、あと牽引性ですね。宮下さんだったらこの価格全然納得ですよね、喜んで払わさせてくださいっていうような説得力のある材料を揃えていくことだと僕は思ってます、はい、ってなった時に今のサポート体制だったら1ヶ月で2時間対応するお客さん何名まで増やして大丈夫だと思う？10です。10、1ヶ月10名、はい、そうすると30万円で頭打ちだね、はい、平均売上が、はい、はい、でももうすでに42万円の月出てるよね。この方々のサポートする月カオスじゃない？はい、本当に10名だからね、個別面談の日と時間を全部こうやって出しとかなきゃ分かんなくなるのよ、はい、だからつまり何人対応できるっていうのをスケジュール帳で全部管理するのよ。今ね、ちょっと合宿でやった診断シートを持ってきてるんだったらちょっと見せて、はい、これちゃんとやってるじゃん。いいねいいね、あ、ま、全く一緒、うん、ちゃんと分かってるじゃん。もうこれもう花丸です、あなた頑張ってるからね、はい、タワちゃんの花丸です。次、リソース3割残して個人売上の最大化ができてますかなのよ。じゃあリソース3割残してって分からないでしょ、なかなか、はい、なんで分からないのか、スケジュール帳に全部書いてないから、はい、スケジュール帳が時間だよね、リソースだよね、はい、はい、そこに対して書いてないから、あ、3割ぐらい残ってるなとかって分からないわけですよね。だから決めた時間の中でちゃんとロックしてやっていきましょうねってことができると、はい、あとお客さん何人私は受け止められるんだろうっていう会話ができるのよね、はい、はい、分かります？分かります。本当に10人っていう話なの。だって10人だったらもうゲームオーバーよ。だって42万円売り上げてんだもんね。だからお客さん最大何人まで抱えていいの？20だとしたら、もう10人って言ってたのがいきなり20になっちまったぜ。2倍だぜ、いきなり。それでいいんだったらいいのよ。ダメです、ね、だからこれが俺には分からないのよ、はい、なぜなら僕のスケジュールじゃないから、はい、はい。じゃあこれを決めなきゃいけない、はい、自分で算出しなきゃいけない。だからまず宿題、はい、一体何名までお客様を月間でコンサルティング区画取っていいのかってことを算出しなさいってこと、はい、はい。でそれに対して1ヶ月3万円ですから、月の売上平均、アベレージ売上ね、最大売上じゃなくてアベレージ売上がいくらになるってところまで出すわけですよ、はい、はい。そしたらもう一個聞きたいのが、宮下さんの、ちょっとプライベートのこと聞くけど、生活費知りたい、はい、3万あればいけるのか、はい、3万で住めるのか、はい、ご実家、はい、はい、ちなみに逆にその3万の内訳聞いてみたいわ。3万円って何に使うの？月に1万が今使っている事務所のお金、うん、残りの2万は、残りの2万はインターネット、その事務所のインターネット代と、はい、水道代と電気代とか、そういうやつ、うん、あとの1万はお昼ご飯の、家族のお昼ご飯を作る、うん、作って、それを買うのが私の仕事です。仕事なんだね、はい。時の部屋の料金の2万円が入ってないよ、うん、でね、これすごく大事で、はい、家計簿つけてる？つけてます、うん、これね、どんぶり勘定経営者のスタートラインなんだよ、はいはい、だから家計簿つけなさいです。家計簿というか売上、はい、ね、生活費全部分けてちゃんとつけていこうって話、はいはい、こういうことやらないからお客様にセールスした時に回収ができなかったりとか、回収に対していついつまでに回収とかってもう全部決めとかなきゃダメなのよ。お客様台帳、はい、Excel か何かで作ってます、はい、じゃあお客様から回収したしないっていういくら払っていただいたっていうことを全部記録してってますか？していません、はい。じゃあそれやらないと分かんなくなっちゃうね、はい、どこで全部暗記しとくの？いえ、だからそういうの全部やらなきゃダメ、ちゃんと、はい。この売上は見込み売上なのか着金売上なのか、どっち？見込み売上です。見込み売上だね、はい、そうです。じゃあ着金ベースで全部見なきゃダメ。正直ね、うん、売るのなんかそんなに難しくないのよ、うん、はい、うん、全部管理した状態で着金ベースで確認させて、はい、数字が一切の狂いもない状態で経営を動かしてくるっていうの方が圧倒的に難しいのよね、はい、だからそれをちゃんと売上表を作って、うん、顧客名簿作っていつ着金していただいたのかっていうのを全部通帳と照らし合わせながらやっていかなきゃダメ、はい、うん。
じゃあ、生活費ほとんどかかってないんだね。はい、はい、7月も30万円以上の売り上げとか、ね、なんならまあ15万円以上の売り上げでもいいかな、出せるんだったら、はい、1人秘書入れなさい、オンライン秘書を。はい、はい、3万円から5万円ぐらいで顧客名簿を作っていただいて、はい、お客様の着金確認をしていただくこと、はい、なんならお客様に、お支払いの連絡のやり取りを公式 LINE か何かで代わりにやってくださる方、はい、はい、でそれで未入金っていうことがないような状態でバックオフィス側を対応してくださる方を1人入れなさいが、そうだね、本当はこれやらせたいんだけど、はい、多分特性としてすごく苦手とされているからそこやってもらっちゃった方がいい、はい、はい、ただこれも今生活費がどんぶり勘定だから、はい、だから全部出さなきゃいけない、はい、家計簿かかっ何にいくら払ってるのかっていうのが分かってない経営者がめちゃめちゃ多いんだよね、うん、だからそれがもう自分の中で放棄しちゃってるから、うん、お金を見て、うん、はい、はい、じゃあまずそれが土台の考え方です、はいはい、これができた上で課題です。で来年の4月までに100万円をやりたいんでしょ、はい、はい、じゃあ4月までに100万円やるためには何が必要だと思いますか。再現性を上げて高単価にすることだと思っています、うん、はい、OK です、はいはい、じゃあ高単価にするっていうのはいつから高単価にするんですか。非の目標では12月までというふうに考えておりますが、はいはい、じゃあ12月までで、はいはい、どういう状態を作れるから12月から高単価でもご制約が取れると思うんですか。今やっていただいているモニターさんの、はい、ビフォーアフターを上げれるように。そうだね、はい、ことです。何で上げるの。 YouTube です。いいね、動画でね。YouTube は何月からやるの。今月に、あ、ビフォーアフターは一つやりました。アップロードしたんだね。まだしてません。あ、じゃあこれからアップロードするんだね。はい、そうです、はい、OK。 12月までに、高単価っておっしゃったんですけど、はい、高単価とはいくらのことを高単価って言ってますか。20万円以上のことです。はい、じゃあいくらにしますか。20万円です。20万円にする。じゃあ普段からこういうスライドっていうのは作ってたの。いえ、スクールに来て必要だと思って勉強して頑張って作ったの。はい。ADHD の人ってすごいね。もう今のところ出会う人出会う人みんな天才なんだけど。ADHD か。私はできる。私はできる。H は違うか。私はできる。H は？ H は。じゃあ H ってなんて言う。ほんまにできる。あ、いいね。ADHD ってね、私はできる、ほんまにできるの逆だから。OKOK。ちょっと待ってね。じゃあ、課題に対して、課題は高単価にすることだよね。はい、そうです。はい、他には課題で今捉えている課題は何が課題ですか。今思っているのが、はい、3ヶ月終わった人に対して、はい、サブスクリプションを提案したいんですが、はい、はい、それをやるとしたら、はい、今やっていいことってのは何なのかというと、はい、月額料金いくらいくらでグループの勉強会に参加していいよ、はい、これだけ、はい、はい、それ以外はやっちゃダメ、はい、これなんでだと思います。私の時間が取られる。それ分かってるじゃん、ちゃんとね、はい、いくらが妥当だと思います。今は2000円で考えています。いいと思うよ、はいはい、じゃあもし入り口でその2000円の案件だけ参加したいんですけど可能ですかっていう人たちが外から来たらなんていうの。それを考えておりまして、はい、入り口 の, あのフロントの商品それを当てるのか、それともそれで満足して終わってしまって、うん、よろしくないのか、はいはい、それを相談して OK です。はい、今は当てちゃダメ。わ、はい、かりました。はい、なぜならば足並みが揃えられなくなるから、はい、目の前のお客さんのリズムに狂わされちゃうから、はい、宮下さんご自身がね、はい、なぜならスケジュール管理と家計簿管理と入金着金確認ができてない段階でそういう売り上げを上げ方をしちゃダメ、はいはい、狂わされちゃうから、はい、うん、ご自身がしっかりして全部管理できるっていう、要はね、管理できない売り上げや管理できない状況を展開しちゃダメなんだよ、はい、経営者になりたかったら、はい、管理できるものだけで構成しなきゃいけないの、はいはい、じゃあそれをしっかりやっててほしいかな。じゃあ、今の課題は単価を上げることだけになりましたよね、はい、課題をとにかくさ減らすんですよ、
細かなこと言ったらいっぱいあるよ。さっき言ったスケジュールを決めろとか、宿題はあります、はい、でもそれって1回やればねもう分かってくるので、単価を上げるって第三者評価が入ってお客様が承認してくれないと単価が上がらないじゃないですか、はい、だから今まで売れなかった価格で売れるようになるってところを挑戦してもらいたい、はい、じゃあいきなり12月に20万円にするのか、それともどこかで1回10万円っていう価格とか15万円っていう価格に踏み込むのか、どんな感じで考えてますか。次は13万5000円にしようと思っています。おお、それは何月から。8月の募集からです。わかりました。それをやるためにもこの実績を見せる、実績とはお客様の成果である、はいはい、お客様の変化である、それが実績だよね。その8月までにお客様の変化は何件 YouTube 上にアップロードしておくの。今9名いるので、はい、YouTubeOK って言ってくださった人がまた2人なので、はい、それ以外の残りの人はあのテキストベースでお願いしたり声をして、はい、この2人は YouTube 上げて、わかりました。じゃあ YouTube ってのは何、 Zoom で撮影するの、それともリアルで撮影するの。 Zoom で撮影します、はい、で撮影時間はどれぐらいの時間ですか。20分ぐらいです、はい、でじゃあ Zoom のスケジュールってのはもう決めてあるんですか、前もって、はい、はい、じゃあ押さえてあるんだね、はい、はい、じゃあ問題ないです、はい、ご自身で編集してやるのか、はい、外注にかけてお金を払って編集してもらうのか、どっちですか。自分でやろうと思っています。わかりました。その編集の時間はもう書いてあるの。書いていません。うん、ってなると8月にね単価上げるんでしょ、その前にアップロードしたいよね、はい、ってなった時にアップロードスケジュール管理できてなかったら、うん、編集もできないし、ね、編集できなかったらアップロードできないから、ね、落としちゃうよ。だからそういうのをちゃんとスケジュール帳に書こうっていう話をしてるの、はい、だからこのねスケジュール帳で管理したら書いてあること以外のことはやらない。もし今後ね誰かを接続して誰かにお願いしたりだとか、なんならそれが社員だっていうふうになってったら、そのスケジュール帳管理がマネージメントになってくるのよ、はい、はい、まあこんなもんじゃないですか。課題の対しての解決方法っていう部分でお客様の変化を出してね、セミナーの前にそのお客様の変化 YouTube を全部見といてもらうみたいな打診をしてたら、単価ってのを上げやすくなってくると思いますよ、はい、それを作るために実績ある必要なコンテンツっていうことを出しときなさい。8月までに何を何本って決めて、そしてそれをスケジュールで管理しきってみなさいっていうのが回答です、はい、スケジュール作りが全てです。はいはい、はい、何か聞きたいことはありますか。ここまで高単価にするにあたって長尺の動画を撮らないといけないのが次の課題でもあると思っているんですが、はい、長尺の動画とセミナーの内容が今すでにお金いただいているものが被ってしまいそうな気持ちがしているのですが、はい、どのようにその内容を決めたり増やせばいいと思うよ。まず考え方として今コーチングをやってるわけじゃないですか、はい、1対1でね、はい、コーチングって時間の提供なんですよ。で YouTube って知識の提供なんですよ。セミナーとはまた別なわけですよね、はい、言ってる意味わかります。分かります。で今知識を提供してるんですか、はい、お客様に、それともコーチングで時間を提供してるんですか。どっちの方が重み付けが高いんですか。重み付けが高いのは時間を提供ですよね。だから特に問題ないっていう考え方になりますね。はい、はい、ね、だって今日僕喋ってることだってこれ全部スクールの中でやってることですよ、はい、はい、スクールの中でやってることをねこうやって YouTube で全部出してるわけですよ、はい、だって YouTube は知識だから、はい、スクールはもう時間の提供だから、はい、はい、同じ空間の提供、時間の提供だからね、はい、だから一緒に課題に向き合って集中してやろうねっていう空間を提供してるわけですよ、うん、だから進むわけじゃないですか、はい、はい、ね、それは長尺に関してはこれで答え決まりましたよね、はい、はい、あと今このね全部屋さんになっているっていうのが相談の内容でもこれちょっと書いてあるよね、はい、はい、いろんなこと何でもやるって今はそれでいいです。対応してあげてください。ただやっていくうちに約束できること約束できないことっていうのがもっともっと分かるようになってくるので、そしたら絞ればいい、はい、今ねコーチングっていう形でやってるじゃないですか2時間、はいはい、これなぜコーチングしなきゃいけないのかというと、そもそもがまだお客様へのサービス提供者としての歴史や期間が短いから講座にすることができないのよね、はい、この講座にすることができないから、講座にすることの内容を判断するために断定するために、はい、はい、いっぱいコーチングを経験しては皆さん結局困るとこ、こことこことここだよねって分かってったらどんどんそこが講座にできる、はい、で僕が、いろいろやりきった結果、僕がなぜリアルの場所を大事にしているのかというと、人は動画だけじゃ変わらんということが分かったからですね、はい、だからリアルの場所を大事にしています、はい、人は動画だけでは変わらないって聞いてどう思いました。
その通りだなと思います、うん、ね、リアルの場所に来ると人が動き出す、自分の足を使って来てくれてるから活性化していくし、空間に来ることによって自分の基準値ってのが成果に至るものじゃなかったんだって思い知るからこそ基準値をそっちに上げようっていう働きができるし、はい、動画だと家の中で見るだけだから変わらないのよね、はい、なかなか、はい、だから会いにおいでって、直接会いにおいで、みんなでこの空間においでっていうことを言っています、はいはい、プラス動画コンテンツっていうのは僕は入れてます、はいはい、だから何回も何回もお客さんに提供していくうちに、動画でいいこと、リアルの場じゃいけなきゃいけない、個別じゃなきゃいけないことっていうのが出てきます、はい、そういうのを自分の中で出していった時に、動画でも大丈夫だなって思ったことは動画にしていくと、どんどん時間が外れるようになってきます。はい、はい、OK ですか。はい、OK です。はい、なんでそんなに海外行きたいの。今はそんなに海外に行きたいという気持ちがちょっと小さくなりました。なんで小さくなっちゃったの。今度は急に日本でも評価され出してたから、熱中できるものが見つかったからです。なるほど、よかったね、うん、はい、面白くない、夢中になれるものがあるのって。そうだな、命を燃やせることが見つかるとね、面白いんだよね、やっぱり生きててね、うん、で僕はもうね、そうだね、うちの会社のメンバーと何かやってるのはすごく楽しいね。でそういうのが宮下さんにとっても見つかったってことだね、はい、うん、それが見つかるまでの宮下さんってのはどんな感じだったの。しないといけないことに、自分が立てた目標じゃなくて、うん、立てさせられた目標ってことだね。そうです、それを一生懸命追ってました。そっか、僕がね、よくそのね、スクールの中でもそうですし、いつも言ってるのは、自分の人生の決定権を放棄するなって、よく北原さんだったらどうしますかっていうことは言わないでねって僕よく言ってるわけですよ、うん、僕だったらこうしますって言ったところでその人やらないから、はい、うん、今宮下さんが自分の人生自分で決めてきたわけじゃないですか、はい、はい、目標の楽しい、楽しいです、いいね。あれ、宮下さんって今おいくつ。28です。いいんじゃない、20代中に100万円の収入得て、そのお金ね、どんな使い方する人になるのか楽しみだわ、うん、うん、ね、宮下さん の、はい、あの教員時代、はい、まあ辛かったこととかね、はい、あのまあ、ここにね書いていただいてるんですけど、うん、この挫折っていう部分でね、いろいろ書いていただいてますけど、はいはい、毎日電車は乗り間違えるとかね、うん、うん、なんかその時の感情ってどんな感じだったんですか。今もなんですけど、その時は特に仕事ができないのか、仕事が合ってないのか、自分がなんかおかしいのかがよくわからない状態だって最初、はい、途中から仕事が合っていないということと、うん、はい、それから自分自身も何がおかしいみたいなことで、はい、こうなんかゆっくり分かっていった感じで、それが分かった時は安心しました。うん、状態が分かるっていうことが安心だったんだね。はい、はい、そうです。でもそう、北原さんとかが、はい、いつもあの遅刻した人にむちゃ怒ってたりとか、はい、急に音鳴らしちゃった人とかに、はい、あのこうあちゃみたいになってる時は自分のことみたいに心が痛む時があります、うん、だって優先順位が低い状態で来てたからね、うんうん、だってじゃあ今日はなんで、今日は時間通りでしたか。はい、うん、なんで時間通りだったの。だいぶ前から待っていたから。うん、そしてじゃあこれは何でちゃんと持ってこれたの、忘れなかったの。これずっと準備していたからです。うん、つまりね、優先順位が高くしようぜって、高くすべきですよって、それを決めたのにもかかわらず優先順位が高くできてないっていうのは、僕との入り口の約束が違うんじゃないですかって。もちろんね、僕も人間として指導させていただく側としてね、あの優先順位が高くなる指導者を目指さなきゃいけないんですけど、優先順位を高くするっていう約束事なんですよ、これ極端な話言うとね、はい、はい、でまず時間を守るっていうのは最低限の約束じゃないですか、はい、約束がなぜ守れないのかって、シンプルに気の緩みじゃないのっていうことだと僕思うんですよね。僕は1時間前に来てるのに、なぜあなたは優先順位を上げていただけなかったんですか、入り口の約束守れなかったんですかなんですよ、はい、はい、ね、僕からしたらですよ、あなたっていう人のね、ランク分けもすることなく1時間前に行動してるのよ、うん、はい、でもその人は気分で1時間前行動したりしなかったり、気分で対応してくるのよね、はい、なぜ気分がダメなのか。経営において、事業においては成果出ないから、うん、スケジュール通りにやりなさい、これだけです。でここで、ね、例えば子供との約束を覚えてられないとか、徹夜して準備したものを持ってくることを忘れてしまうっていうのは
多分ね、これやらされていて優先順位が低かったからですよ。うん、どう思いますか、聞いてもらって。私の場合はやっぱり優先順位が高くても忘れることはあるので、他の人もそういう人もいるだろうなと思います。じゃあなんで今日は1時間前に行動したんだろう。結局は気の緩みになるんですが、はい、もしこれがいくら北原孝彦さんでも毎週会えるとか、はい、そうなった時に3回目ぐらいに、うん、遅刻してしまうと思います。相談の終わり際になって出たこの発言が流れを大きく変える。うん、それは優先順位が下がってくるからですよ。貴重性がなくなってるからですよ。ご自身にとっての重み付けが毎週会える人になってくるからですよね。だから言ってるじゃん、気の緩みって、はい、これが一生に1回しか取れない2時間だったら落としてたってことなの。散々 YouTube 見まくっていて、なんならお金も払っていて、グループでしか話が聞けなかった人なにもかかわらず、一生に1回2時間だけって言ってたら落としてたってことなの。いいです、うん、でこれって優先順位なの、重み付けなのよ。重みを勝手に下げていくのよ、人って、うん、どうでもよくなっていくの、貴重性がなくなってくるの。これをお互いの努力で維持していこうねっていう話。お金をいただくってそういうことじゃないの、お金を払うってそういうことじゃないのっていう。はい、その通りだと思います。ですよね。僕はそういうことをすごく大事にしてます、うん、なのでね、 YouTube 上でね、はい、コロスケ君との絡みがね、雑に見えてしまう瞬間っていうのはあるかもしれないけど、裏側ではコロスケ君に対して、コロさんに対して存在に扱うことなんていうのは多分ないんじゃないかな。どう、ゴルちゃん。全くない。だよね。でも他の YouTube さん、どう、 YouTuber さんで成果が出てってさ、こういう風になってる時にさ、 YouTube チームへの対応ってどんな感じなの。でしょ。でも僕はさ、コロちゃんの時間、 YouTube チームの時間っていうのをすごくこう大事に扱ってるよね、うん、どんなに成果を出したところで人だから、そこは。だからお金を払ってお願いしているクライアントだけど、決して安い金額じゃないけど、お金を払ってるけど、俺は客だぞなんてこと絶対やらないのよ、うん、美談とかそんな話じゃないのよ。だからお互いに努力をする、重みをちゃんと重い状態で置いておくってことをとてもやるのよ、うん、大切にするのよ。だから3回目4回目っていう風になったら忘れちゃうと思います、そういう特性ですって言われた時に、いやいやそういう特性じゃないでしょうって、単純にその人の重要値が勝手に軽くしてっただけでしょっていう。じゃあそしたら僕も軽くしてきますねっていう話なの。あ、じゃあ質問していいですか。どうぞ。質問じゃないんですけど、全部を大切にされるのってすごいなと思いました。全部なんか大切にしてないよ。だからスケジュールに書いたこと以外やらないって言ってるじゃん、うん、つい先日の大阪会場来てもらってるんですよね、はい、僕全部大切にしろって言いました。いいえ。なんて言ってました。選択と集中って言ってます。大切にしたいことを選べって。で、今は見送ること、今は選ばないことも決めろ、何をやって、はい、何をやらないのかって決めろと、どこから評価を取るのか決めろっていう話しましたよね、はい、僕のこのヘアスタイルはいかがですか。綺麗だと思います。はい、ありがとうございます、はい、僕のこの服装は今日はどうですか。いいよ、本音で言ってよ。うん、うん、馴染んでると思います。ああ、なるほどね、はい、でもタイプじゃない。はい、うん、いいじゃん、はっきり言ってくれるじゃん、はい、でもいいのよ、別に僕宮下さんから、はい、宮下さんとお付き合いしたくてこういう服着てるわけじゃないから、はい、この服ってのは YouTube で少しでもコメント欄が入ればいいなと思って、うん、何でもいいの、そのコメントは、はい、男が気持ち悪い、このコメントでも欲しいのよ、評価が欲しいの、はい、何か言ってもらいたいの、何か思ってもらいたいの、はい、だから評価の対象を選べってことなの、はい、で評価いらないっていうところに対して時間なんか割かなくていいのよ、うん、だから僕は評価が欲しい対象者に時間を割く、評価が欲しい対象者の準備をする、評価を欲しい対象者をスケジュール帳に書く、あとは全部捨てる、選んだものしか手に入らないから、だから選ぶ、大事にする人を選ぶ、スケジュール帳に名前が入っていく人をもう決める、選べってこと。決めてますか。はい、じゃあいいんじゃないの。そうですね。うん、あれだね、宮下さんとまた話したいなと思ったけど、3回目ぐらいで雑に扱われちゃうんだったらこれが最後にした方がいいね。いや、嫌です。でも俺雑に扱われるのめちゃくちゃ嫌がるよ、はい、うん、俺がね30分前行動1時間前行動とかって準備しておいて遅刻されたらブチ切れるよ、許せないよ、はい、うん、すいません北原さん、慣れちゃったから、慣れから油断しましたって、あのもうその時点でもうあなたに割く時間はないよ、もったいない俺の命が、はいね、自分の時間を、自分の命を雑に扱うような人間になんか自分の時間提供したくないからね、はい、うん、宮下さんは大丈夫、一対一で人と会って遅刻されても自分の命を雑に扱われても何とも思わない人ってこと。うん、どう、
自分自身がやっぱり失敗することが多いので、うん、人のことを許すというあれではないです、うん、そこまで自分もシビアじゃないし人にもシビアじゃないと思います、うん、それはまだスケジュールに空白があるからでしょ、埋められるからでしょ、その通りだと思います、うん、本当にその通り、うん、僕はもう両親と、うん、もうねスケジュール帳に書いてあるから、なんなら両親と過ごす時間と100歳までカウントした時の残りの時間と残りの日数ってもう出てるんですよ、うん、で別に両親のそのカウントを増やすのか今の状態で宮下さんと会うのかっていうのも決められるわけよね、うん、うん、でスケジュール今日だってさ、ね、もう朝の10時からぶっ通しで撮影してるんですよ、はい、会いたいって言ってくださったからね、じゃあカメラ入れるんだったら会いますよって、はい、じゃあさそこが空白だったらこの時間ってかけがえのない時間にやっぱ変えるわけよね、はい、で今日もかけがえないと思って貴重な時間をありがとうございますと思って向き合ってます、うん、はい、でそれを貴重じゃないと思ってる人に対して与える時間、提供する時間、取る時間なんてないのよ僕はね。時間って人によって価値が違うんですよ、うん、宮下さんにとってはまだ時間はそんなに価値が大きいものじゃないかもしれないね、うん、お金の方が価値が高い人かもしれないね、分かんないよ、でも俺1時間2時間ってめちゃめちゃ価値高いの今、うん、でロックしたスケジュールを何かがあってキャンセルされる、分かるよ、でもそれが連絡もなしもキャンセルとか2回目3回目気の緩みからですって言われた時に、あそっか、この人は僕と会うってことに対して気が緩む方なのかって、お友達でもないのに家族でもないのに気を緩むっていうことを言っちゃう人なのかって僕は思っちゃうかな、うん、うん、はい、プライベートだったらどういう、全然許す、うん、あだって家族でしょ、彼女でしょ、うん、友達でしょ、はい、全然許すよ、でもこれ仕事だもん、うん、その通りだと思います、うん、はい、その問題ってプライベートと仕事を混ぜてるからでしょ、うんうん、その通りです、はい、うん、だからプライベートと仕事を分けなさいってことよ、その通りです、うん、はい、他に何か聞きたいことあります？すごいなと思います。すごくないよ、はい、うん、目の前の人との約束大事にしてるだけだよ、うん、それがプライベートだろうが仕事だろうがすごくないよ、目の前の人を大事にしたいって思ってるだけだって、うん、目の前の人を大事にすることって何なのか、出会った時の約束を守るってことだって、うん、決めた関係性を決めた状態で維持することをできる限り守ることを僕は大切にするっていう、大切にしてくれなかったら当然大切にしないし、うん、はい、大切にしてくれたらその分もっと大切にしようと思うし、はい、うん、どう？普通のことだと僕は思うんだけど、うん、はい、でそれが大切にできないな、キャパオーバーになってきてるなと思ったら選ぶ、人を選ぶ、自分が抱えきれないほどの手を広げない、うん、受け止めようとしない、決める、選ぶ、何を人生で大事にするのか選ぶ、それを僕はずっと言ってます講義でも、うん、OK ですか、はい、はい、で最近ねこの救済企画が終わった時に、うん、最後出てくださった方に、はい、また4ヶ月後5ヶ月後またこの2時間時間取ってもらっていいですかって聞くようにしてるんですけど、はい、宮下さん大切にできないそうなんで、じゃあちょっともう今回限りにしときましょうかって思いました、うん、大切にしますっていう話になってくるじゃん、はい、ね、次のご縁が欲しかったら大切にするしかないじゃん、はい、うん、大切にしますってどういうこと？約束を守ることです、うん、守れるの？だって私ね、うん、それでもねポカしちゃうんですって言ってたよ、うん、あポカされちゃうんだと思った俺は、うん、うん、しません、え、なんで、ね、なんでさっきそれでもポカします私はって言ってたよ、なんで急にそんな手のひら変わっちゃうの？私のことというか私のことじゃなくてもそういう人たちの気の緩みがそのまま行動に出てしまう人だったらそうだろうなっていう一般的な考えを言いました。私個人が北原さんの約束を守らないということではなくて、はい、そんな風に答えました、はい、じゃあ宮下さんはそれは一例で言っただけで私には当てはまらない、私は約束を守れる人間ですってことで合ってる？思います、はい、そうだよね、その守れるんだったら僕も会おうと思ったらスケジュール開ける努力しますね、はい、ありがとうございます、はい、だって会ってくれるんでしょ、うん、じゃあ開けとく価値はあるね、ポカされないんだったら、はい、うん、じゃあ、また次回も話す？お願いします。わかりました。だから
目の前の人の時間大事に扱うっていうことを当たり前のような向き合い方ができるといいですね、お互いにね。はい、はい、ね、はい、じゃあ宿題、話したことちゃんとやってきて、はい、はい、その状態で次回会えたらまた成長したねって言ってあげれるから、うん、やってたら数字上がるから絶対、はい、ね、OK ですか？ OK です。はい、じゃあ本日は以上になります。はい、はい、ありがとうございました。はい、ここで事業相談は終了した。最後にインスタライブに向けて宮下さんが決意表明を行った。ほら200名近くが見てくれてますよ。ほら、じゃあほら決意表明しましょうか、せっかくだから。ほら、じゃあちょっとほら、あと話して勉強になったこと、はい、こうしますっていう決意表明、はい、スケジュール管理を頑張ります。ちょっと待ってね、はい、もうちょっと、もうちょっとなんかさ情熱的なスケジュール管理、もうちょっと、うん、もうちょっとなんか欲しいかな。ごめん、ちょっと欲しがりさんになっちゃって、もうちょっとなんか、もうちょっと何か、うん、もうちょっと、うん。じゃあ北原さんはどういう人でしたか？北原さんは、はい、もうやばいぐらい、ガチッとした人で、ガチッとした人で、うん、怖い？怖くないです。俺当たり前のことしか言ってなくない？当たり前のことが当たり前にできる人がそんなにたくさんいないと思うので、いや、そうなんだけど、それがすごいと思います。でも経営者って当たり前のことが当たり前にできないとお給料払えなくなっちゃうからね、うん、経営者ほどお客さんからお金いただいて従業員にお金払わなきゃいけない、経営者ほど当たり前のことは当たり前にやろうぜっていう考え方です。はい、はい、どう思います？どう思います？そうなってくるんでしょ？はい、はい、経営者になるんでしょ？はい、経営者というかたくさんの人を助けたいと思います。それはお金は絡むの絡まないの？絡みます。あの存在、私の存在を知ってもらってるだけで勇気になるよ、お金はいただかないよだったらそれでもいいと思う、気分でやればいいと思う、はい、でもお金が絡むんだったらしっかりしなきゃいけないと思うけど、どう思う、この考え方？その通りだよね、はい、厳しい？いえ、はい、じゃあもう一回決意表明、はい、どうすんの、はい、決意表明、じゃあつまり当たり前のことを当たり前に頑張ってやります。いいと思うよ。じゃあそれスケジュール管理で、で、はい、そのためには複数のことを同時に大事にしない、はい、うん、ね、ね、ADHD だからこそ大事にすることを少なくしておくです。減らします。そうだよ、管理できる量に減らします。 それが大事、何もかもだから選べってこと、うん、はい、OK、はい、じゃあいいね、はい、はい、ということで宮下さんを応援してあげてください。はい、ということでみんな見てくれてありがとうね、うん、ありがとうね、ほいじゃんね、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、次いつ会えるんだ？いつ会えるんですか？6月25日です。来てくれるんだね。はい、はい、千葉に。お弟子さんの合宿か。はい、そうです。あ、OK です。じゃあまた成長見せてください。6月25、はい、あれ今日何日？今日18です。なるほど、はい、じゃあまた発表楽しみにしてます。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ25日、はい、はい、お願いします。ご協力で、はい、ありがとうございます。はい、救済企画を終えた宮下さんに今日の感想を聞いてみた。一番学んだことは、はい、最後のところでなんか管理できないものはさっさと諦めるっていう、そういうことだと思いました、うんうん、私は管理できるものが少ないと思ったので、うん、何に関してももっとシビアに選ぶことで、うん、全部のことを大事にできる、必要なものを、うん、大事なことを大事にできるなって思いました、うんうん、そうですね。今のところ一番優先順位が高いというか、一番なんか優先度を上げるとしたらこれっていうのってあったりしますか？一番やることは、うん、どれだけの自分がキャパがあるのかをまず、うんうん、あの分かるように、うん、見えるようにすることです。めっちゃいいですね。またちょっと引き続きですね、はい、あのお弟子さんの枠でもなんかいろんな形で、はい、あのお会いさせていただければと思いますので、はい、はい、ぜひ引き続きよろしくお願いいたします。頑張るぞ。はい、めっちゃいいです、はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。失礼します。ありがとうございました。直接北原と対面し相談する中で、優先順位や相手との向き合い方を考え直すきっかけになる。宮下さんが自身が本当に大切にしたいことを見据えて事業を成長させていくことができるのか、今後も密着していく